改めてメリットの法則について今どう考えてるの？全ての人間の行動っていうのは意識してるか意識してないか別としてメリットがあることを前提にっていうのがメリットの法則。どんなことにも当てはまります。これは募金するにしても人を助けるにしても全てにおいてメリットの法則って当てはまるんです。俺が人を助ける時っていうのは人からよく思われたい、人を助けてる自分に酔いたい、あと人を助けないことへの罪悪感から逃れたい、だから人を助けるんだっていうメリットなんですね。目の前で血が流れてる子供を見て助けるじゃないですか。普通にこれ子供のために助けてるんじゃなくて自分のために助けてる、これがメリットの法則なんですよ。全て自分にメリットが返ってくることを前提で助けてるんだっていう。やっぱこれは目の前で血が流れてる子を見過ごす罪悪感から逃れたい、そして助けることで優越感だったりとかいろんな感情が生まれるんです。それが欲しくて助けてるんだっていうのがメリットの法則なんですね。だから世の中では実は犠牲者しかいない、今でもそう思ってますよ。僕と関わってる人は僕と関わることにメリットがあるから関わるし、同じく僕もメリットがあるから関わるし。